今回はフェルシア使います。でセノが重力必須ワープ必須反射でくんな貫通でもくんなモンストやめろゼロコンティニュー専用で仲間に触れると激初変化ハートなしで今回なんですけどサブ機でちょっと初見いきます。で理由としてはまあこれなんですけどいやちょっとビナー艦隊でそろそろビナーの汚名を晴らさないといや良くないぞと。でメインだとその証つけてるビナーがいないんでちゃんとこの証つけたビナーで揃えられるこの端末でやっていこうと思います。で仲間触れると激種変化でしょ。だからプヨ倒してはいはいはい、あやべこれもう一回なるな。はい、どうだろうこれ。あでも友情で意外と切れる。いやこれがビナーの力か。蘇生？あ蘇生なしか。あじゃあこれいいんじゃない。普通に反射になってはいほい、ほらほらビナーの殴りの強さ出る。いや最近ちょっとビナーもう最近友情だと負けるから殴りじゃないと勝てないよねみたいな話したんですけど、いやこれもうビナーの殴り生きてんじゃない。そして BGM 多分これ新しいでしょ、はい、削っていく。直殴りは入ってるのかなやっぱり。でこれでいくでしょ。うわなんかクロス分身団に慣れすぎたせいでただの分身団っていうもののしょぼさに演出ちょっと画面のしょぼさにちょっとあれじゃないでしたが、そしたら縦でなってはい。あれこんな足遅かったっけこの人うわ足遅、小学生でこんなキャラいたらいじめられるよ。でうわ足遅みたいな感じ で小学生はもう足速い人がもうモテるみたいな感じだもんね。だからモテるのは多分ギムレットなんでしょうか。でこれはい、そしたら貫通で触れなきゃいけなくて、でもこれあでも互い蘇生か、互い蘇生だからこう打ってはいはいはい、ワンパンできる。いやワンパンは無理か。いやでもこれでいいね。2回殴ったらいけるっていうのは多分これビナーにしかできないことなんじゃない。いや多分あれもできないでしょ、なんだっけあのキャラカノン、あのキャラにもきっとできないと思う。でこれもだから貫あ、待って、これをはい、ここで貫通で加速して、あ無理だった。でワープ出てくるから超ワープの恩恵ももらえるもんね。その辺もすごいいいんじゃない。ほいほい、加速して殴って OK。 でとりあえずこれ倒してる。でドクロでヒーリングウォール展開だから、これは確かマップ回復とかもないからあれなんでしょうね。ただほらマップ回復ないけどそんなに気になってないですか。多分これはビナーのまあ分身弾のおかげだと思うんですよね。分身弾じゃない、その回復弾、回復弾のおかげで回復できてるからそんなに気にならないみたいな。はい、でこれ殴って、はいはい、ほらこんなに殴って削る。なんかあれじゃない、全体的になんかこうあれ、こんなにモンストって静かでしたっけあれなんかモンストってこんな静かなゲームだけど、なんかもっと最近なんかすごいバチバチバチみたいなすごいごちゃごちゃした音するようなイメージだったんですけど、あでも全然いけるねビナー。いやこれもビナー最強、皆さんもビナー最強ってコメント欄に書いておいてください。そして初心者騙そうで、そしたらはい、これと横感で下がっていけば、はい、でワンパンもはい、まあ、友情と組み合わせたらできないですねいやこれ蘇生じゃないよね。よし蘇生じゃないね、だから大丈夫で、まあ、そのままこれはいはい、まあ、これができるのはビナだけかな多分。ワンパンで通るので、ボス戦いきました。いや特に困らず来たもんね、やっぱビナーが強いからなのかな。でビナーもエクスカリバーより強い時代ちゃんとあったんですね。私動画出したもんエクスカリバーより強いよみたいな動画、めちゃくちゃ低評価ついたけど。でこれ倒したらヒーリングウォールだから、逆にこっちでいっか、はい、これでこう打って友情出しつつ、でこれ殴って倒す。どうなんだろう、友情ゲーといえば友情ゲーなのかな。で超ワープで過激上がる。お、あ来たー、ゆっくり2回出したい、2回出したい、はいはい。でこれで分身なんで、いや割と削れてんじゃない、これぐらい削れるのはビナだけでしょ。いや多分あれにもできないよ。お、あーヒーリングウォールか。そしたらはい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 、で回復しとく。でこれで貫通で加速できるようになる。これめちゃくちゃ点滅してるけど即死じゃないよね。これ即死だったらさすがにビナーも死にますよ。そしたらこれを、ちょっと待って、これをやべこれしまった、反射にしときゃよかった。いやーこれ無理だな。はいはい、
貫通で、これ殴る、いけ、あーダメだ。いやでもさすがにこれで死なないでしょ、そんなすぐ即死なんて来ないよね。っていうかビナーなら耐えでしょ。うわ雑魚、ほらこれビナーのおかげで、ここ殴って削って削って、オッケー。でもそれ考えたらそんなにすごい攻撃ってしてこないんじゃないの。いやこれはやっぱビナーの回復、そのおかげがすごい役立ってんじゃないのかな。で適当に暴れて、反抗期にはしつけが必要だわ。さあ私が導いてあげる。いやあ、ビナ導いてください。重心拡大。それか、クロス分身団、もう情報修正でクロス分身団ついた瞬間に、このキャラは一気に、もう、最強へと輝くから、あれ？あ、2ゲージ早っ！いや、ビナの強さに恐れをなしたんじゃないですかね。そうです、ごめんなさい。で、あれ、そしたら、あ、6ステージか、これ。あ、いつの間に1ステージ、もうなんか5ステージ感覚だったけど、ビナ強すぎて、なんか1ステージあっという間に突破したから気づかなかったのかな。はい、はい。加速して加速して、あ、なんかいつの間にか HP4 になってる。なんか攻撃されたっけいやだ、されたんでしょうけど、すっかり忘れてた。うーん、そう、はい。で回復弾のおかげですごい加速して回復もして、はいはいはい。うわ足遅、ほんと。ただ足の遅さだけはちょっと擁護できませんね。でこれはここでレーザー打って、ちょっとビナーの SS の強さというものを見せておきます。3本当てたいから、はい。どうこれ、ばば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 ば、雑魚。いや、すごい強い。で、そしたら、で、これ、適当に縦勘で削ると、これ、ビナーの殴りの強さ出るんじゃない？はい。ほい、ほい、ほい。で、HP4 攻撃。あ、さっきも HP4 攻撃知らないうちに食らってたのかな？で、まあ、これ、ビビットレットオペレーションしとけば、まあ、問題なくて。はい。多分ビナの回復弾あるからいらないと思うけどね。まあ一応使っときます。で、そして削って回復しとく。で攻撃よく見たらないじゃん。いや、どうなんだろうこれ。あ、いや、これゆっくりしたいな、ゆっくり。はい。はい。もう一回。いや、出せなかったか。で、これで削っていくでしょ。ほいほいほい。あ、でもこれ500万削ったもんね。500万出せるのはビナだけ。はい。で、これ貫通で反射になって、友情もう一回やして。で、削って。はい。はい。おお、割といい感じで、まあ、これも、気弾だから食らわない。ほい、ほい、ほい、ほい。ほら、弱っいや、ビナーの強さにもう恐れなしてるね。はい、じゃあこれで終わり。もう完全にビナーでいける。だから、まあ、これのために、カノンは引く必要ないんで、ビナーで全然勝てるから、いいんじゃないんでしょうか。ビナー最高。最強。ごきげんよう。